はい、本当はのぞみさんっていう強い人が来てくれてるんで、攻撃プレイヤーでもあるのぞみ対アウでもいいのかなっていうところだったんですが、アウさんにはまだちょっと早いということで、初期対のぞみが行われます。このあ、大丈夫、入ってる、マイク入ってる。で、ハスミが横に、いますと。あのぞみくんの 98M ずっと一緒にやってるんですけど、かなり強くて、まあ、結構いろんなキャラも使えるんで、ちょっとロバートかな、裏ロバかな、これ。なるほど、裏ロバはちょっと珍しいけども。のぞみさんって、そうだよね、ずっとこのゲームでずっと 98M やってますね。初期さんが 98M やってるの久しぶりに見た。初期さんが 98M やるときは 02M で疲れたときに初期やるぞってなって、すごいいやいややるだけ。なるほどなるほど。まあ人間性能で勝てちゃいますからね。これどう、でもさ、普段ハスミたちがやってるときにアドバンストっていないんじゃないの。あ、でもアドバンストね、アドバンストいないから遊びででもやるか。キャット君がたまに使うけど、アドバンスいないから逆に僕らからしても新鮮だよね。さあロバート表だな、これ表があのクルクルするやつだよね。表がクルクルするやつ、旋風逆ね、すえと。のぞみさんのまあもう本キャラとかないの、うん、まあでもヒースとマリーかな。ヒースがやっぱ相当強いのかな。そうかな。逆にアドバンスをイオリクラウザーとか強い人いないから、あ、逆にやりにくいっていうか。結構エキストラやってるとこう、なんていうのかな、雑になっちゃうっていうか、あーもう行ったれ行ったれみたいな、ゲーム使ってんだよこのゲームみたいな。あーなるほどなるほど、感じになっちゃう。こういうアドバンストのジリジリしたような、ジリジリしたちゃんとした立ち回りは見てると勉強になりますよね。今のってちょっとうまくいかなかったけど、コアシコパン発動禁止、酒攻撃レイジング、酒攻撃レイジングだけど、あ、いや、コアシコパン発動で禁止レイジングかな。そんなんできんだ。コアシコパン発動から禁止レイジングは入る。それだったら禁止酒、どうしたか分かんなかったけど、酒攻撃弱邪影剣でもダメージ変わんないんじゃない。むしろ邪影剣の方が減るんじゃない。あー、でも酒攻撃弱からつなぐの難しいでしょ。あ、そうなんだ。うん、そう、難しい。結構ずらし押しすれば結構できるけど、実戦でなんか大会とかでやろうとするともうやんない方がいいかなっていう。あ、そうなんだ。いや、禁止レイジングもだいぶ難しい気がするけど、禁止レイジングはコアシコパンでガード方向に入れてれば、うんうんうん、前入れながら禁止やれば弱振れ斜め前で出ちゃうからそんなに難しくない、うん、コパンの時に斜め下入力されてるから。なるほどなるほど。禁止で前に出ながら前押して逆横やっちゃえば、うんうんうん、なるほど。一本取る、のぞみかかってますね。さあ早くもキャラを変えてますね。変えてきましたね。結構このゲームエキストラでリリー使ってゲージ溜め、リリー結構強いんだよね、うん、強い強い。というかゲージ溜めてもう近づきませんっていうのを一生やってればもう、あーなるほど、まあ、特に相手アドバンスだと、まあ、つまり今前に出てるけども、まあ、だいぶ攻めてるけど、こうやると食らうっていう。これって表も裏も前 B は中段なの。前 B 中段。じゃあ中段でまあ発動して隙消してみたいな。そうですね、そうですね。しっかりしろ。
まあ、キュアチームはモードの都合上その勝った方もキャラを次で変えれちゃうからこういう見せ物だと結構 レアい食らい方しましたけど今厳しいよな今みたいなのとかあなるほどと思っても次の試合で相手のやってるやつのキャラが変わるからこれはちょっと厳しいな。はいや。あと一発。ウラキングは相変わらず。ウラキングは相変わらず。昔のままのランクで。まあ、このキングスライディング単発のスライディングにキャンセルがかかってしまうので。ウラキングクラウザー NC が結構クラウザーに刺さるからあまあ割と戦える近づけないもんな、うん、こうなっちゃうと結構きついけどねさ初期やってないせいで飛び越えてしまうやはりセンスで初期取り返すまあ、大将が裏社なのでそこまでゲージを気にせずガーケンに回せますねこのチームは。エイジの、ね、この立ち絵が結構強くて立ち絵が結構強いね立ち絵ばらまいてると結構引っかかる。エイジはそうだよねで離れてきてもう ND にすればいいんだもんね。もうエンディ振りまくって立ち絵混ぜてみたいな。さあ始まるのか初期のワンセットで逃げられてしまう。あの飛び道具とかあの長飛じゃないやつって前転してもいいの？え長飛じゃないやつ何？あの区内とか飛行法とかって。前転してもガーキャン前転じゃないとダメ。いや前転だけだったら大丈夫。てか俺前転使ってないから分かんないんだけど。あなるほど酒だと超きついってことは知ってるしゃがめない、うん、うわーこれは多分相当きついっぽいのが垣間見れて今3戦目のぞみこれは表かな。確かこの組み合わせだけおっと抜ける。あれって竜巻 C のあの突っ込んでいく技って発動したらなんかつながる？ジャクは何もつながんない。ジャエケン、あ、ジャエケン、ジャエケンは、強ジャエは発動なしでもデッドリレーブ入るのかな、多分。あ、わかんない、自分で使ってないからわかんないあんまやり込んでねえじゃねえかって解説、解説枠解説できねえじゃねえかイオリが、もともとね、まあ、稼働した時もやっぱり、うん、初手よりに表ギスってちょっとやまあ、やだったんだよね。なんとなくみんな裏ギース使ってたよね。そうだね、そうだね、うん、表ギースも強いけどね。あ力強い低い。さすが初期のジャンプ攻撃は低い。
まあ、クラウザー卓が多いからああいう低いジャンプ声食らっちゃうよね、結構食らうよ、うん、なんか怖すぎて仕込んでたりしてもつい食らっちゃうんだよな、もうビクビクしちゃって。え、そっか、ハリケーンアッパー後ろまで行くんですね。これ裏上かな、裏上 FE だと強いんだけど UM だといまいち、いまいちな気がする。 FE だと爆裂拳キャンセルでなんかアホみたいなコンボできるから。あー、なるほどなるほど、コパン爆裂拳が爆裂キャンセルで2位で止めれるんだ。そう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 、SR さんがうまいんですけど。あ、SR さんそういう連打系とかうまいやつ、ね、3セットぐらいいけるよ。そうなの、3セットぐらい行った後に8でしょ、コパンから長飛入るっていう。8だけでしょ。いやいや多分でいけるんだと思う。まあ、2セットは余裕でいける。そうなんだ、2セットバックキャンしてコパン一発から長飛はいける。へえ、あ、初期老害としてここは取っておきたい。あ、相当ジャンプフットバが弱くされてしまったであろうクリス。めくらずに、そう最近クリスで D 投げからめくると叩かれる風潮が。叩かれる、そう、なんでなんで、なんか強引な D 投げからめくりに行くのは卑怯らしくてどこの国叩かれちゃうんですよ。だから表に日本の話してるそれ、え、日本の話それ、日本だから今の選択肢は正解、あれでめくってるとなんか叩かれちゃうらしいから。嫌なやつになっちゃう。そう、そうなんだ、危ねえ危ねえ、教えてあげとけばよかったの。もうそこで発動した日にはもうボコされる感じだよ。そう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 、もうなんて卑怯なやつなんだめくった上にこれはさあ続けて、逃げれない、これは確定したようにも見えたが、あいうち初期なんとか取り返した。ちょっと一回ストップしてください、初期さん。さあ初期が一本取り返して、初期のキャラは変わらず、アドバンスト。一応このゲームが入った時に初期はまあなんか俺はアドバンストでいいっすわって言ってたんだけど、でも初期がいきなりエキストラでブライアンでうわーとかやったら、まあ、視聴率いいだろうってなって、うん、ちょっと練習したんだけど、まあ、やっぱ難しいよね。あー、コンボがってこと。うん、あー、まあ、結構タイミング覚えちゃえば簡単な気がするけど。いや、まあやらないからさ、まあ、やる気がないと難しいね。さすがの初期でもやる気がない状態でいきなりは難しく、ね、結果この3キャラに落ち着きました。本当にみんないろいろ使えるんだね。そうだね、しかも最近多分家であの FE とかやってるから、あ、いろんなキャラ使えるんじゃないかな。練習してるじゃない。その FE と QHUM 無地ってごちゃごちゃにはならない。キャラによると思う。裏量とか前がダウンになるから結構違うし、あ、ベニマルがとにかく強いんでしょ。ベニマルは雷神拳が追撃可能になってるから。あれは何、浮いて雷光拳とかが打てる。雷光拳とか打てる。雷神拳、空中雷神、追い打ちとかできる。画面、あ、え、追い打ちまで入るの。画面だったらね、すげえな、うん。今回マリーは表ですね。まあ、のさみさん多分表なんだよね。え、表さあ、なんかああいう中間距離でああだこうだやってると、ああいうのさっきも俺も引っかかってたけど、 ND すげえ引っかかっちゃうな。あれって俺だとあのソバットを見てからダイナを誘おうかなと思ってるんだけど、ダイナってガード方向じゃないから、なんかピクピクしてると
もう絶対当たるんだよ。もう無理じゃんあんなの、うん、AC、ND なんか絶対見てからガードできないからそれ当たる。苦しい今の立ち絵やべえな。なんだあの立ち絵を。当てて、やはりやり込みの差が出てしまった。やり込み今当たるかどうか分かんなくて結局ジャックソバットにしてやり込みの差は出たけど、出たけどね、老害としてのそこはガードだっていうのは、ね、そこなんか、ね、こいつはくせえぞっていうのが感じ取った勝利。そうね、匂いを感じてたな。なんかさっきから邪魔神全部しゃがまれてるけど結構当たんないのキャラによっては、それとも早いのかな。え、どういうこと、どういうこと。めくりしいとか全部しゃがまれてるけど。誰のクラウザーの。うん、クラウザー。あクラウザーのめくりしはあんまり、まあ、全然ジャンディーにしちゃった方がいいのかな。うん、激壁が強いんだよね。あ強い。ああ強い。あれ島田さんの必殺技じゃん。最近この和骨ですっていうのは僕もねよく枠立ててお疲れ様ですってことなんですか。これはそういうことなの。違うの。いや、わかんない、僕なんか、ニコ生最近見ててよく和骨ですって。あ、そういうことなんだ。当たり前かのように繰り広げられてんだけどこれは一体何なんだろうと思って。俺なんか初期の合言葉かと思ってた。いやいや、他の人の生放送とか見ててもあ、和骨骨の略です。なるほど、和骨と和骨骨って別に勉強になりました。略されてないけど、あ、まあでもそういうもんなんでしょうね。和骨取りお疲れ様です。なるほど、ざっくりそういうことなんですね。矢口さん、こんだけ生放送してて知らなかったんすか、それ。知らなかった。なんで疑問に感じなかったんそれ。いや、もうなんかそういうもんなんだな、勝手に思ってた。あ、そういえば、初期さんがこのゲーム入った時に、なんもないとさすがにあれだなってなって、A 級見せちゃおっかなってそういえば言ってたの。あー、いおりの、うん、キャットくん、それすごいできますよ。キャットあとはできるけど、できるけどね。初期さんがやることに意味がある。そう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 。まああれ 3,4 セットぐらいだったらね。まあね。まあ みんなっていうか。あれ発動しても確定してなかった今、うん、ずりー、そういうのずりー。あんな自信満々になんか波動拳発動されたらダメなのかなと思ったら普通に青いバラ刺さってた。これね、 FE だとね、表社がすごい強いんだよね。どう強化されたの。あの金立ち金 D が下段にまずなってて、えステップからな投げ行こうと見せかけて金 D みたいな。あーで、そっか金 D 前軽ダッシュみたいになってるんだ。そうそう、金 D 前必殺技発動からドッカーンって入るから、あはい4割みたいな。あ、結構あ今の今の後、はい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 、今の後発動して FE だと入る。絵面がやばいね、ボコボコじゃん。今見たい時に発動までいけるっていう。初期なんとも、まあ、相手毎回キャラ変わるとちょっときついな。まあね、ただでさえやってなくてしんどいのに。おっと、すんません、ありがとうございます。
あ、すごい初期投げ。ああいう判断の速さがやっぱりうまいですよね。確かに、なんかでもキュアチュームやってる人はあれを、ああいうのの必殺技以上の判断早いよね。あ、そういったれみたいな、なんかさっきのあの波動 C もそうだけど、あもうやること決めてるからね、ある程度。確かに確かに、俺はこれやるんだって大体決まってるから。さあ先ほど咎めることができなかったエイジ、この組み合わせだけは知っているでしょう。うわあ、マジか。初期投げからここは見せ場。逃がせない逃がせない。あー、あれは何もかくらんか、距離遠かったもんな。うん、ガッキャン前転すればいけてたけど、まあ、知らないとそんなことできないよねっていう。あれガーキャン前転なんだ。が今ゲージあったか分かんないけど、さあのぞみが王手をかけます。なんか本キャラっぽいですね最後。本キャラ、まあ、ほぼ本キャラですかね。クリスがいないかな。もうこれだけ覚えてるんですけど、青いバラの後レバー前上入れっぱでジャンシーが確か詐欺飛びになるんですよね。あ、そうなんだ、それは知らなかった。ガーキャン返す、無理より右エースにはめくれない。すごい連携。当たる、なあ当たるのか。あ減る。あれはそうか、端だとダブルレップ剣1段目にガーキャン全後転でフルコンか。そうだね、そうだね。まあ、いおりだったらあのダブルレップ見てからあの昇竜キック、あ名前わかんないけど、あったね、昇竜キックで抜けて青いバナまで、青いバナまでいけるけど、強気。まさかこんな展開になろうとはってみんな思ってたことが悲しい、うん、それでも初期なら。これは厳しい厳しい。いやでも初期は男らしいですね。おそらくこうなるだろうと分かっていても俺が行くと。なるほど、俺はこんな初期を見せたくなかったから会うにしとけばいいんじゃないかってちゃんと言ったんだけど。なるほど、会うはかわいそうだから俺が行く。でも初期なら。まだある、まだある、全然ある。あれ
れがさ、あそういうのずるくない？でもよく今初期さん手しゃがし出さなかったね今ね。いや今臭かったもんだ臭かった絶対あんなとこでいきなり出すわけないもん絶対臭いよ黒の嗅覚で、うん、あーバーキャンあれ確か着地と同時に AB に出せば隠んないんだよ ね、 そうそうそう決まってしまう喋ってる間に初期プロえ乾杯ですこれはきついわうわーだったんじゃないのやっぱいやうわーで負けいやきつかったな強かったよもう特に言うことはありませんあのもう負けましたいやあの全然わからん殺ししちゃったんですけどあの本キャラのクリスをちょっとイオリに当てて挑戦しようかなと思ったらやっぱり普通に殺されたんで全然やっぱり初期さんの KOF 力は半端ないなって思ったね気づきました初期のいやどんどん惨めになっていやでもここで見ててもね初期の KOF 力すごかったもんねあの随所にあここすごいなっていうポイントがありましたよすごいなんか僕が言うのもあれだけどフォローされてる感が半端ないんだけどあ、まあ、はい、ありがとうございましたさすがやわーっていうポイントがいっぱいありましたありがとうございました、はい、もう苦しくて最後早出しばっかしたからなまあ、いや、はい、とりあえず締めたいと思います初期対のぞみ、お先越えで終えたいと思いますお疲れ様でした。